はあ、まったくお前はあれほど赤点は取らないようにテスト対策に付き合ってやったのになんだこの有様は補習になったのはクラスでお前だけだぞ <laughs> おい聞いてるのか反省してないみたいだな いい度胸だ今日は先生が夜までたっぷりとしごいてやる <laughs> 心配しなくても二人きりだからなお前のこの空っぽの脳みそに先生がちゃんといろいろ教え込んでやるよおい補習ってここで合ってんのかようん そういや、お前も補習だったか。てっきり来ないと思ってたよ。うるせえな。俺の勝手だろうが。あ、いたいた。彼女がいなきゃ、俺だって来ねえよ。てめえの授業なんか。彼女なんだ。お前ら、そういう関係なのか。 お前は勉強もできないが男を選ぶセンスもないんだなもっと見る目を養った方がいいあ,あ喧嘩売ってんのかいつも上から目線で語ってきやがってそんなんだからいい年して独身なんだよおいガキのくせに調子に乗るなよ先生はあえて結婚してないんだあえてしようと思えばいつだってできるはいはい おっさんはみんなそう言うんだよ。ふん、お前こそ、なんだその金髪。ええー、かっこいいと思ったんのお前のために言ってやるけどめちゃくちゃダサいぞ。砂場で頭から転がってきたのかと思った。んなわけねえだろどうせ、おしゃれに疎いおっさんにはわかんねえよ。なあ。 やっぱり補習なんてばっくれてさ。どっか遊びに行かないか本来はそういう予定だったろ成績やらないぞー。うるせえなお前に話しかけてんじゃねえ。な気にすんな。俺と遊び行くわ。でもってなんだよ。彼氏よりもこんなおっさんといる方が楽しいってのか そうだろじゃあ俺といろ。お前は俺とだけいたらいいんだよ。他の男の言うことに耳傾けんな。黙って聞いていれば。いいかない脳みそでよーく考えろ。先生とこのヤンキー。 どっちに価値があると思うわからない。じゃあこういう時は大人の言うことを聞きなさい。悪いようにはしないよ。てめえ、さっきから距離が近いんだよ。ああ、これだからガキは、この程度でうろたえすぎなんだよ。さあい、どっちを選べ